様ごきげんよう。今日はですね、前にあの高級レンタカーでドライブしながら人生相談に乗るっていう動画があったと思うんですけど、試合に勝ったら俺も高級車買おうかなって言ったと思うんですよね。試合に勝ったんで今日は高級車をね見に行こうかなと思います。あんまいらないんだけど、ぶっちゃけね、東京なんであんま乗ることもないしね。だけどまあ格闘家で成功すれば、まあ、夢があるんだよっていうのも知ってほしいし、見に行ってみようかなと思います。気に入った車があったら今日契約して買っちゃおうかなと思います。では行ってみましょう。でも俺地元にいた時は毎日車乗ってたじゃん。車ないと生活できないから、うん、結構スピード強なとこあるから、スピード出る車乗ってみたいね。スポーツカーとか、まあ気に入ったら。前乗った車はどうだったの？前乗った車、アストンマーチだっけ。そうそうそう、結構良かったけどね。左ハンドル自体初めて乗ったから、あの時、うん、左ハンドルって不便なんじゃないかなって思うんだけど。ドライブスルーとかはね、ドライブスルーとか行かないけどね俺。まあね、買ってもいいかなって思ってるけど、やっぱ引っかかるよね、あの乗らないっていうところが。あんまり東京でいらないみたいな。これが地元だったらもう、あ、買いたいなって なるんだけど、うん、全然使わないじゃん、ほとんどタクシーやん、もう、うん、車買っても多分タクシー生活になるから。東京は便がいいから電車とかもあるし、どこでも。東京はもうなんか駐車場代だけで5万とかするし、維持費がすごいわけですよ。あんま俺は物欲がないからさ、特に欲しいものとかあんまりないから、買ってその自分を追い込むっていうのもいいかもしれないね。うん、もっと頑張ろうみたいなね。やっぱそしたら試合のモチベーションとか上がってくると思うんだよね、うん、もっと稼ぎたいみたいな、うん、なんか俺スピード強って言ってたやん、うん、なんか地元の方だとさ、峠族とかいるやん、あの山道をさ、猛スピードで走るみたいな、うん、あれに一回なんか連れてかれて昔、うん、不良とかじゃない子なんだけど、うん、なんかあのゲームあるじゃん、あのゲームなんて名前だっけ、あの山道をなんかイニシャル D、 あ、そう、イニシャル D にハマって、うん、現実でもやりたくなったらしくて、その子は、うん、マジハマりして自分の車でなんか山を爆走してんだよね。待って、その話ってさ、俺もいた、もしかして。そう、とりあえず走ってたわけで、俺助手席座って、であとその子と4人乗りで、後ろにタクマともう一人ね、俺の友達が乗ってて、はい、でもみんな一応シートベルトしとるわけ。もう山道だよ、真っ黒な細い、それなんか100キロぐらいで上がってくの、ブワーンとか言ってキルキル言って、なんかしまいにはなんかテンション上がっちゃって、運転手の子が電気消して運転し始めて、もう道覚えてるからとか言ってで、マジすごいなんかジェットコースターよりスリラーあるんだけど、まあ一応なんか面白いなと思ってたので、なんかあまりにも多分俺たちが驚かなかったやん、うん、彼的にはもっと驚いてほしくて、やばい怖いみたいな、そういうのなくて、じゃあ今度下りに差し掛かったらもっとなんかスピード上げてきて、ある時曲がり角でなんかありえないスピードで行ったわけよ。そうそうそう、これもう無理でしょみたいな、このスピードで曲がるのは。したら案の定なんか3回転ぐらいしてトリプルアクセルしちゃって、あのガードレールに思いっきりバーン上がって、しかも俺側から、運転手側じゃなくて俺側が思いっきりガードレールに当たったわけで、このまま車がドーン当たって、でこの辺まで上がったよね、車回転するなと思ったけど、なんとかなんかタクマがこっちに乗ってて重かったから多分ドーンって戻って俺なんか太ももマジ黒人に本気でローキック3発ぐらい打たれたぐらい青くなって全部こっち俺死んだなって、あれはマジ悟ったよね、死んだと思ったね、本当にスローになるんだと思った。そう、しかもさ、あれガードレールなかったら山の下まで落ちてたからね。うん、そこかな、あ、そこそこそこ、どうもありがとうございます。はい、着きました。ここが格闘技のね、スポンサーもやってもらってる車屋さんで、高級車を取り扱ってるヨネモーターさんというところです。高級レンタカーもやってるし、自動車販売も行っている車屋さんですね。じゃあ、行きましょうか。こんにちは。ヨネ社長です。ミクロさんにお世話になってます。いやいや、こちらこそ。あの車はどこに置いてあるんですか？地下のガレージに停めてますので。ああ、そうなんですか。そこに何台か、そうです、何台かありますね。ああ、そうなんですね。はい、そこで見に行っていい車があれば、はい、買おうと、うん、頑張りますじゃあ、行ってみします行ってみましょうか。でかっ、これはやばいっすね。めちゃめちゃかっこいいやん。ワイルドスピードできちゃうやん、これ。うん。はい、
最新のフェラーリ、最新これちなみにお値段はいくらなんですか？3500万円ぐらい。3500万、買いましょうか。出直そう。おカメラ伝わるかな。乗ってみますね。似合いますか？いやちょっと降りてきて、フェラーリから。お待たせ。これはこの間ね、レンタカーで走らせてるやつね。そうです。これもね、すごい気持ちも良かったし。1日いくらぐらいで借りれるんですか？4万8000円4万8000円で特別なデートとか。そうですね、結構多いですね。いいですね、ぜひ皆さん。3500万は無理でしょ、さすがに。まだね、きついでしょ、さすがに。身の丈に合ってないと良くないと思うんですよね。背伸びしちゃうと。たまにいるやん、なんかめちゃめちゃ貧乏な生活して車にかけてるやつ、それ良くないと思いますよ。いけないこともないけど、本気出せば。エンジンもツインターボで、アクセル踏めばすぐトルクで走れますから、ここら辺の街乗りもスムーズですし、安定感と安心感がすごいですよね。かっこいいなこれ。ちなみにこれおいくらなんですか？これが1500万ほどです。1500万はい。どうですか？めちゃくちゃ似合う。どう似合うわ。似合う。俺似合う。1500万だって。1500万。うん。あでもなんか相棒って感じがするな。俺とちょっと似合ってる。似合ってる。1500万か。一回乗ってみたら。いや似合うわ。困ったな。これが社長おすすめの一台。まさにリクルさんの相棒っていうような車ですね。ベントレーのコンチネンタル GT は人気がありますんで。はい。営業下手ですか？ちょっと他にも見てみますか？あ、はい。なんか僕は今ね、あのレクサスがちょっといいなと、リーズナブルで。これが600万。600万でしょ。あそこにベンツの C クラス。これ新車ですか？はい、新車ですね。ベンツもいいですね。はい、これは1100万ぐらい。1100万。はい、ボリオレなので。屋根はこれが閉まってますけど、これが開きます。開くんだ、はい、オープンカーですね。ちょっとでも白はね、僕の色に合わないかな。かっこいいけどね、めちゃめちゃ。これはやばいな。やばいでしょ。これはやばいでしょ。あ、決めた。レクサスにしよう。レクサスいいですね。素晴らしいじゃないですか。社長もっと幼いことだな。いや、冗談で言ってんのかな。冗談じゃないですか。こっちの方がかっこいいじゃないですか。僕やっぱこういう4駆の方が似合うでしょ。こっちも4駆なんです。これ4駆なんですか？これ4駆です。まあ、いやー、まあでもこういうねえ、 L って好きだから。 B より L が好き。 G の方が GT なんですよね。 G、こっち2文字なんで。これ B なんで。あ、そうか。ちょっと今日一括で支払いますね、これ。大丈夫ですか？まあ、1200万になったら買おうかな、みたいな。すごい値引きが始まってるってことですね。そうですね、今。素晴らしい。さすが、ミクルさん、何でも交渉が素晴らしいな。交渉のプロなんで。さすが、さすがです。でもまあ、ヨナさんにもお世話になってるしな。すごいね。似合うこれ、俺に。いや、似合うよ。赤好きやん。いや、赤好きって初めて聞いたけど。なんか赤好きって言ったの。俺黒が好きだよ。ああ、バッチリですね。これ青じゃないですか、これ黒。シートが赤なのがちょっと。で、真っ赤じゃないんで、シートも。そうですね、すごい。ワインデッドっていうか。ワインデッドなんで。セクシーですね。セクシーって、それ、ささくれてくれましょうよ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。シュレンやらなくて。なるほど。いい、窓開けてご機嫌よ。あ、やばいっすね。ちょっと一回やってみよう、あの乗って。でもね、あれなんですよ、ご機嫌よって右手なんで。やっぱあっちかな。
ちょっとご機嫌ようが右手でできないからあっちにしようかな。マジでね。冗談抜きに似合ってますね。うん、普通に似合ってます。うん、買いましょうか。しょうがないから。ありがとうございます。買いましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。もうゴリ押しなんだもう。じゃ買いましょうか。で、頑張りましょう。うん、頑張ろう。格闘技と、うん、YouTube と、その他ボロボロ。応援してます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございます。いやいやいや、こちらこそ。ありがとうございます。もう値段移していいですか？あ、大丈夫です。はい、こちら1500なんちゃらまん、ありがとうございます。ということで、はい、ベントレーコンチネンタル GT お買い上げでありがとうございます。すごいですね。でも走行距離が8000キロって、うん、そうですね。全然走らないですか？はい、本当すごくいい車ですね。長距離走ってもすごく疲れないですね。いい車ですね。はい、納車楽しみにしてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ガス格子で稼いだ。やばいでしょ。ありがとうございます。とりあえず頭金で。今回なんですけど、僕が最初にこのプレステ4さんで買ったで、視聴者にプレゼントしたから上にサインしていきなりお願いします。さらにその後プレステ4にサイン書いてもらったものを僕が買ってしまうんです。で、まあ間違いなくブチギレるドッキリですを仕掛けていくと思います。5万15万。いいんだよ、もう相談してくれて勝手にやるの。5万円ぐらいいくでしょ。